大空マリウガイキングは1976年4月1日から1977年1月27日までフジテレビ系で毎週木曜日19時19時30分に全44話が放送された東映動画制作のロボットアニメ本作が初の東映動画オリジナル企画によるロボットアニメとされているそれまでの東映動画のロボットアニメは漫画家の長と長の ダイナミックプロから原作提供を受けており、本作でも原作協力という形で参加している。神谷明、井上薪を山田俊二といった当時の人気声優が多数出演したため、本作のアフリコには女性ファンがドットを仕掛けたという。虫プロダクション系の制作会社マッドハウスから杉野明を丸山正らがスタッフとして参加。 投影動画に新風を送り込んだと評価され、5番組のジェッターマルスにも引き続き参加した。骸骨をモチーフとした異形のデザイン、戦闘に直接参加する移動基地、母性絶滅の危機のため戦いに駆り出される、ゼーラ聖人の悲劇等を取り入れながら、コメディリーフ的な話も織り込まれる等、それまでのロボットアニメにはなかった要素が多数盛り込まれている。主役ロボットの名称、 ガイキングはバイキングを元ネタとしている。ブラックホールの影響で消滅の危機にあるゼーラ星。救世主として生み出されたダリウスは逆に人々を支配し、アンコカホラー軍団を結成、移住するべく地球征服へと乗り出した。野球選手ツワブキサンシローは軍団にその秘めた超能力を警戒され、選手生命を絶たれてしまう。だが、 軍団に対抗するため集められた、コンバットホースの仲間たちと、巨大メカ、大空ューと出会い、侵略者と戦っていくことになる。デスクロス4天皇構成院その他のゼイラ、聖人と地球人より、はるかに早く科学を発達させていた、ゼイラ聖人は、すでに数千年前から、他の星への移住を試み、地球にも到達していた。世界各地の古代遺跡、 大パーツはその名残であり、地球の地下には彼らの置き土産と言うべき暗黒怪獣が多数眠っている。最終回近くでゼーラ星居住の市民とダリウス大帝一派が対立する一幕も見られた。市民はもともと和平で地球人との共存を望んでいたが、ゼーラ星崩壊直前まで移民交渉が全く行われていないことを知らされておらず、 ダリウスによる地球侵略行為を強く咎めた。市民の多くは良心的な平和主義者である。ゼーラ保守法会時には、ゼーラ生前度でわずか1都市しか居住地区が残されておらず、残された市民もごくわずかで、ほとんど絶滅寸前であったことが明らかになる。種族的特徴として、個人差があるものの、大きく尖った耳、額、鼻筋、 目の脇の皮膚の色が濃い等が挙げられる。朝木色の皮膚を持つ者や顔の皮膚の色に快調さがない者も,もいる。寿命や成長速度、精神面では地球人と大差ないが子供でも宇宙船の操縦ができるほど知能は非常に高い。菊池俊介がすべての主題歌、挿入歌及び BGM の作曲、編曲を行った。挿入歌の初出音版は テレビ漫画アイドルデラックス4という LP である。出撃だ。大空魔竜を除く全曲のインストゥルメンタル版が、エターナルエディション2006大空魔竜外キングに収録されている。緑役は、新スーパーロボット対戦でのみ吹い場ユミが担当したが、第二次、スーパーロボット対戦アルファーからは、アニメと同じく、小山マミが担当するようになった。ありがとうございます。